子供たち、他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。多くの者が積極的に復旧作業を行ってくれている。そう時間もかからずに戦争が残した跡は消えるはずだ。だが一方で亡くなった人々はもう帰ってこない。心の傷を負った者が数多くいることの方が我々にとって難題となるだろう。太陽が再び昇り、我々はもう一度生きる自信を築く。全ての者の貢献を忘れてはならない。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。偽りの空か。過去にその言葉を聞いたことはあったが、それを証明する情報を手に入れたのは今回が初めてだ。空の後ろに隠されているかけらとは果たして何なのか、なぜそれが隠されているのか、調べねばならないことがまだまだ残っているようだな。だが冒険者協会からは、他の国では空が引き裂かれる現象もかけらのことも観測されていないと聞く。もしかするとその秘密を守ろうとするのは天理なのかもしれない。私にちょっかいをかけてこなければいいのだが。それなら大丈夫だと思うぞ。オイラたちフォンテーヌでもっとヤバいことをやったからな。ならば安心だ。とにかくあの件は奇妙な天文現象だと説明してある。人々が過剰に反応する心配はない。我々のペースで少しずつ調査を行うとしよう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。私たちが見たのは彼らの魂ではなく過去の記憶に過ぎない。これも全て500年前の職人が彼らの孤名に施した特別な処置のおかげだ。彼らの魂は当に八神の国へと帰り、別の形で再びナタに生まれてきている。もしかするとすでに何回も人生を過ごしているかもしれない。真の再会が永遠に訪れることがなくとも、彼らはずっと我々のすぐ近くにいるのだ。これもまた我々は一人で戦ったりしないが持つ意味なのだろう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いて。一応の協力関係を結んだが、私には感じるのだ。ナタを救うことは彼の真の目的ではないとな。そうだよな。なんであいつがナタを救うことをあんなに重視してるのか正直わかんないし、ただのいい人でカーン・ルイヤの最悪をもう見たくないってだけじゃさすがにないよな。そう過度に不安がる必要はない。一連の出来事を経てその身分を知った今、彼のことは尊敬し始めているんだ。やましい考えがあるとは思っていない。今はやはり最後の戦いに集中しよう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞。この地にゆかりある異教の者よ。一人で会いに来るとは思わなかったわ。エンジンマービカがアビスを退けるときに振るった力は死の失政に由来するものだ。俺の知る限り死の失政は必ずそれに見合う代償を求める。彼女が持つルールだからな。どこでそれを。なるほど。その長い旅を歩ませたのがまさに死の失政だったのね。ナタにはまだ最後の決戦が残っている。それに俺も最後の強敵と戦わねばならない。帰る場所のないあまたの魂のため、ナタの希望のため、お前の協力が必要だ。